今回のアコースの SL25 がまずこのエッジスですね。で今までエッジスっていう端末はあったんですけど、この色が真っ黒だったんですね。ちょっとあの技術上の課題で全部黒しかできなかったんですけど、今回から新たに色をつけるようになります。ですので、まあ、白とか今ネイビーとかありますけど、まあ、それができるようになっています。それがまず一つの特徴ですね。で画面占有率が 80%、 ほぼ画面ですね。で一応そのためあの結構サイズとかもコンパクトになってまして、片手で大体持てるようになってます。黄色もおかしくない。で一応これでも届かないよって人のためにこういった載せる機能も入れてますので、こういうのも使いやすい工夫になってます。まずこれがコンパクトですね。で、次が全天球モード、全天球撮影ですね。でまずこちらの SH カメラを移動しまして、支援から選んでいただきます。C の中に全天球撮影っていうのがありますので、こちら選んでいただいて、で撮影を開始します。このように丸に合わせてということで撮影ができます。で一応こういった写真を撮り終わりましたら、こういった楽しい写真ができます。こちらが全天球撮影です。で、次にあの検索ファインダーというのがありまして、こちらタップして、こちらの検索をするアプリになってまして、例えばですね、セリエの意味がようわからんというときになぞります。なぞりましたら、この周りにこういった形で情報が出てくるんですね。 AR みたいな、こちらの YouTube ですとか Web ですとかキーワードですとか、そういったものがありますので、まあ、例えばこれ選んでもらうと、そのまま YouTube 再生に行くと、そういった新しい検索の機能の方が出てきます。こちらが検索ファンですね。はい。